5歳児の虐待の事件どう思いました？どうなんだろうね。ただ、たまたま死んじゃったからすごく事件になっただけで、世の中って子供に対する虐待って結構皆さんが思ってらっしゃるより多いんですよ。で、児童相談所とかがどうしようもないような虐待の事件ってすごく多くて、なので、一概にその児童相談所が悪いよねとか、あいつらが悪いよねっていうだけの話ではなくて、世の中に結構虐待って多いよねということだと僕は思ってるんですよ。で、なんだろうな、例えばその子供が悪いことをしたら叩くのが当たり前であるっていうのは、割とアジアの文化圏なんですよ。中国とか日本とか韓国とか。でも、ヨーロッパって子供を叩く。で、いきなり虐待なんですよ。子供が悪いことをした、叩きます。日本だと結構しつけとか教育って言われて当たり前で、相撲業界だと可愛がりって言われたりするんですけど、あれってでも、そのヨーロッパの価値観からすると単なる暴行なんですよ、子供に対する。なので、虐待であるってなっちゃうっていう。だから例えば人前でしつけたと思って子供パーンって叩くと、警察呼ばれちゃったりするんですよ、ヨーロッパだとね。っていう感じで、何をもってこう虐待するかというと、日本は結構、欧米圏の価値観で語るのどうかと思うんだけど、他の国の価値観で見ると虐待と思われるようなことを一般の人も平気でやっている国なので、そういう価値観から変えていかないと多分虐待ってなくならないと思うんですよね。例えばそのしつけで殴ってもいいっていうので、じゃあどこまでがしつけかとか、じゃあこういうところをやったら殴っていいって、結局その家族の中のルールで、家族の中のルールで殴っても良いってなると、例えばものすごい悪いことをしたんだからものすごく強く殴ってもいいとかっていう価値観になっちゃうんですよ。で、それが正当化されちゃうんですよね、その家族というコミュニティの中のルールとして。なので、あんまりこう人を殴るのを良しとするとか、殴って教育とか可愛がりとかっていう価値観は日本はだんだん捨てていった方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。